どうも山野です。この番組ではこれまで雪山登山の道具についてお伝えしてきましたが、今回は少し馴染みがない雪崩対策の基本装備についてお話ししたいと思います。私は登山は7年以上、スキーは始めて10年以上続けていますが、雪崩は自分のいる隣の山で起こった瞬間を見ただけで、実際に自分が巻き込まれたことはありません。正直、雪崩対策の道具というのはなくても登山はできますし、バックカントリーにも行けます。ただ何かあった時に一生後悔します、もしくは帰ってこれないです。なので本当に使う場面は少ないんですけど、軽視できない道具と言えます。特に雪崩対策の講習も全国各地で行われていますが、当然のごとく道具がないと受講することができません。今回はそんな雪崩対策の道具、どんなものがあるのか、なぜ必要なのかを見ていきましょう。またそれ以外にも道具選びが楽しめるような内容を発信しておりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。まず雪崩の危険性について考えてみましょう。皆さんは雪崩の危険ってどんなものがあると思いますか？簡単に言ってしまえば窒息や滑落ですね。雪崩に巻き込まれると動けず呼吸もできず、かなり危険です。私は好奇心から友人に実際に雪に埋めてもらったことがあるんですけど、水分を含んだ雪の重さに驚きました。重すぎて全く動くことができなかったんです。この後調べてみたら、雪崩で流れる雪の重さは1平方メートルあたり100キロと言われているそうです。これはとても自分で何とかするなんて無理ですよね。私もふざけてて死ぬかと思いました。これからあなたは雪崩が起こった時には横に逃げれば大丈夫じゃないかと思ったりしていませんか？雪崩の速度は乾いた雪だと最大時速200キロになるので、まず無理だと思います。巻き込まれてしまうと、たとえ呼吸ができるような状況であったとしても、腰より下が完全に埋まれば身動きはできません。倒れた状態で埋まればなおさらです。本当に埋まってしまうと、地上がどちらが地面なのかすら分からなくなると聞いたことがあります。雪の重さを侮ってはいけません。雪崩について特に注意が必要なのは、何も知らない初心者と慢心が生まれる経験豊富な上級者です。遭難事例を見ると分かりますが、こういった初心者、上級者が多いということがよくわかると思います。この動画をご覧になられるような方は初心者が多いと思いますので、今回は専門的な部分は割愛してざっくりとした雪崩対策についてご紹介します。専門的な部分については後半でご紹介する参考文献を見ていただけると、より理解が深まるかと思います。また私のブログの方にももう少し細かい内容というのも書いております。今回雪崩対策の道具がなぜ必要かというと、雪崩に巻き込まれたら15分以内の救助が必須だからです。この時間内に捜索をするのに、私たち自身で即時対応しないと間に合わないのです。そんな雪崩対策の道具、基本装備はビーコン、プローブ、スコップの3種類と、あと1点補足して1点エアバッグを説明します。それぞれ見ていきましょう。1つ目はビーコンです。アバランチビーコン、もしくは雪崩ビーコンと呼ばれることもあります。簡単に言ってしまうと、位置情報を発信する道具です。ビーコンは雪崩で同行者が埋まった時、探索するのに使います。同時に自分が埋まってしまった時に仲間に見つけてもらうのにも、そのビーコンの発信情報を元に探してもらうので、生存率を上げるためになくてはならない装備になります。具体的な使い方やどういったものを選べばよいかという話は後ほど説明します。で、次はプローブ、もしくはゾンデと呼ばれる棒です。ビーコンを使えばおおよその埋まっている位置というのはわかるんですが、ピンポイントな位置まではわからないんです。なのでこういったプローブという棒を使って埋没者、埋まってしまった仲間の位置を探し当てる必要があるんです。それ以外の用途で言いますと、他にビバーク用の雪道というものを掘るときに、その地点の積雪量を調べるときに使ったりだとか、視界不良時に地面に刺して目印にしたりするようなこともあります。山岳部なんかだとプローブをあえて使わずに、旗のようなフラッグを持ち歩くような方もいらっしゃいますけど、携帯性に優れているので、軽く持ち運びやすいプローブというのは持っておいた方が便利かと思います。で、3つ目はスコップ、スノーショベルと呼ばれるものです。スコップは埋まってしまった人、埋没者を掘り出すのに使います。スコップなしで手で掘っても間に合いません。他にテントワークで整地をしたりだとか、ビバークの時の穴を掘るとき、その他でも日常生活で車の雪をどけたりだとか、雪かきに使ったり、もう登山以外でも使うことが多いのがこのスコップになります。掘る速度を上げるなら、少しカーブがついたモデルを使うとやりやすいんですが、重くて持っていけないのでは困るので、重さで選ぶというのも一つの方法になります。自身の体力とスタイルに合わせて選ぶようなものになります。個人的には短すぎると腰が痛くなるので、ちょっと長めが好きです。具体的にどんなものがあるかというのもこちらも後ほど説明します。この3点が基本装備になります。最後1点の補足なんですが、アバランチエアバッグというものがあります。どういった
ったものかというと、雪崩に巻き込まれても雪に埋まらないようにするというためのエアバッグです。こちらはこれまで説明したビーコンやゾンデ、スコップに比べると優先度は低いです。まあ、登山ならここまではなくてはいいかなと個人的には思うんですけど、バックカントリーとかパウダーを狙って滑りに行くような方だと雪崩に遭遇する可能性は結構高くなってきますので、ここまで持っておいた方が安心かと思います。ちょっとこれについては値段が10万以上するようなもので、高いのでちょっと抵抗ある方も多いかと思うんですが、命には代えられないので、雪崩リスクが高い地域に何度も行かれるような方は持っておいた方がいいと私は思っています。はい、ここまで大まかにどんなものがあるのかという道具の紹介をしました。で、続いては具体的にどういったものがおすすめなのかというモデルについてお伝えしようと思っています。で、まずビーコンですが、マムートのバリーボックス一択になります。シェアのほとんどがバリーボックスだと思います。やはり使用者が多い方が使い方も困らないので、迷わずバリーボックスをおすすめしています。特に2022年というのはかなり安くなっています。バリーボックスというのは操作範囲も広くて性能が高いのに安いというので、もう迷わず決めていいと思います。一時期は5万円以上してたんですけど、今2022年になった段階で見ると、Amazon で4万円以下の出品もあるので、特におすすめです。注意点としては、バリーボックスというのと、バリーボックス S という似たような名前の上級モデルがあるので、個人利用の範囲であれば S が付いてない方を選んでおけば良いと思います。この S というのはセーフティーという意味なんですが、これが付いているとアナログ探索という音で判断するような操作も可能になっているんですけど、ちょっと慣れこなすのに慣れが必要なのと、個人利用の範囲であったら頻繁に救助に関わるようなことはないと思いますので、ここまではちょっと過剰能力かなと思ってます。ただ売れ行きからしたら半々ぐらいなので、迷ったら安い方でいいと思います。はい。で、あえて難点を言うとしたら、このマムートのバリーボックスというのは一番軽いビーコンではありません。なので軽さを重視するような方だと、ピープスのマイクロ BT という方がおすすめになります。これがおすすめモデルですね。で、付け加えた補足をしますと、あとは個人的に好きなメーカーとしては、フランスメーカーのアルバのビーコンというのが好きです。で、エボ4とかエボ5っていうのが特に売れているモデルになります。で、おすすめ度としてはこれまでより下がるんですけど、ビーコンの使い方のイメージがわかるようにちょっと実演してみます。まずビーコンというのは本体とストラップで構成されています。エボ4の方はストラップを挿すと自動で電源が入るので、電源の入れ忘れが多いおっちょこちょいの方には良いと思います。ビーコンはほとんどのものはボタンで起動するようなタイプが多いです。その他にはこのようにスライドスイッチで起動するものもあります。電源が入ると自動的に受信モードという探索してもらうモードになります。このモードが一番電源消費も少ないので、ほとんどの時はこのモードで行動するということが多いかと思います。で、逆に探索するようなモードの場合には同じくボタンで切り替えたり、スライドスイッチでモード変更ができるようになっています。ここまで分かっていれば誰でも簡単にマイボスさんの探索ができます。このモード変更のやり方というのと、あともう一つ押さえておきたい機能があります。講習等で体験すると分かるんですが、実際にビーコンを使って埋まっているものを探すという時に、複数埋没者がいる場合というのは探索が一気に難しくなります。埋没者を見つけたら、このマーキングという機能でマークすることで速やかに次の探索に移ることができるんです。このエボ4、エボ5の場合だと、このフラグのマーク、旗のマークを押すと OK という表示が出て、次の探索に移ることができます。このやり方までは押さえておきましょう。で、マーキングしないと、どちらの画面、ビーコンというのは画面に近くのビーコンまでの距離が表示されるんですが、それがどのビーコンに対しての距離なのかがわからないので、探索が難しくなってしまうんです。で、実際に私、アルバのビーコン以外にも BCA トラッカーとか、ウォルトボックスとか、他のメーカーとも、私といろんなビーコンを埋めて探索してみたんですが、ビーコンというのは基本的に電波自体は国際規格に応じて設計されていますので、他のメーカーであっても探索に不都合があるようなことは見受けられませんでした。で、一つだけであれば、探索の対象が一つだけであれば、意外と簡単に見つかるものです。ただ、上下、どのぐらい埋まってるとか、距離近くまある程度近く行ったら見つけるのはなかなかちょっと難しくなります。大体の場所までは簡単に見つけれます。はい、ビーコンについてはここまでになります。続いてスコップの方を見てみましょう。スコップは3択で決めていいと思います。まずは人気モデルで使いやすいブラックダイモンドのディプロイ3、それか重くてかさばるけど作業がしやすいトランスファー、もう1点軽さで選ぶならアルバのウルトラショベル、この3択になります。特にバックカントリーでは荷物が重くなると滑走時のバランスを崩しやすくなってしまうので、こういった軽量モデルウルトラショベルがおすすめです。ただ軽さで選んだ場合、ショベルは長さが短くなってしまうので、短いショベルは中腰で作業することになるので、使いやすさが他のものに劣ってしまうということは理解しておきましょう。また軽すぎるショベルは雪が凍ってたりすると刃が立たないこともあるので、軽ければ軽いほどいいというわけではないので、ここはどこを重視して選ぶかというところを自分で決めましょう。で、あと追加の情報としては、上級者の方だと雪道泊やイグルー泊といったビバークにも使うような場面が出てきます。その時に雪をブロック状にして切り出す作業が発生するんですけど、その場合は形状がフラットでカーブがないトランスファーというモデルの方が作業がしやすいです。で、フラットタイプのスコップというのは他の作業の時にはちょっと掘り出しにくいので、汎用的に使いやすい初心者が初めてのスコップとして使うんだったらディプロイ3の方が
ップなんかなと思います。一応長い方がいいって方はディプロイ7っていうちょっと長めのモデルもあるので、この辺りディプロイが一番おすすめかなと思います。上級者の方はトランスファーの方が使いやすいです。続いてゾーンでプローブを見てみましょう。プローブの方は長さと重さが重要になります。パーティーリーダーの方は 20mm、 メンバーの方だったら 40mm のもので良いでしょう。これはビバークや雪道を掘るときに3メートル積雪があるかチェックするっていうような場面が出てくるので、3メートル以上のものがおすすめです。また、雪道対策の講習なんかでも3メートル以上っていうのを指定されるようなことも多いので、講習参加してしっかり学びたい方は20ミリっていうのを持っておくといいかと思います。それ以外は差異も少ないので、ビーコンやスコップと同じメーカーで揃えて統一感を出すというのも一つの選び方だと思います。軽さと値段の兼ね合いが取れるものがいいと思います。あえて人気なものを挙げるとしたら、ブラックダイヤモンドのクイックドプローブツアーというモデルが 240mm、280mm、320mm とそれぞれ展開されていて、もう軽いことから割と人気があるモデルになります。で、どれ選ぶか迷ったらこれを選んでおけばいいかなと思います。で、ここまでで何を選んだらよいかというのはおおよそ見えたんじゃないかなと思います。それでも買うかどうか迷ってるっていう人は、いっそのことレンタルを活用するっていうのも一つの手になります。雪崩対策の三種の神器、ここまで紹介しました。ビーコン、プローブ、スコップというのを全部揃えると安くはないんです。アウトドアのギアのレンタルというのをやると、すべてセットでも一泊二日で5000円ほどでレンタルができますので、数回しか登山しないような方だったら、レンタルした方が圧倒的に安いです。ただ今後何度も雪山登山をするんであれば、購入した方が安くなるので、ご自身の計画と合わせて考えてみましょう。こんな感じで雪崩対策の装備について説明しました。今回説明したのは道具の選び方、道具のおすすめモデルまでで、実際に雪崩対策どうしたらいいかってところまでは説明できていません。で、こういったところブログの方にも多少詳しくは書いているんですが、ぜひ書籍で学ぶことをおすすめします。で、私がおすすめするもの3点ほど紹介しておきます。1つ目は雪崩リスク軽減のための手引きというもの。これは日本雪崩ネットワークで雪崩対策の講座で購入必須とされる書籍です。これが、購入必須にされてるんで、どういったものなのかなっていうの気になってはいたんですけど、実際に見てみると専門的な内容を噛み砕いて説明されていて、とてもわかりやすいです。初めて雪崩対策について学ぶならおすすめの一冊になります。で、その次に読んでもいただきたいのが山岳雪崩大全というもので、気象条件の確認から道具の使い方、医学、日本の山岳地域で雪崩が発生しやすい場所など細かに記載されていて、深い知識が身につけられます。ただ最初にこれを読んでしまうと細かすぎて心が折れるので、一番最初に雪崩リスク軽減のための手引きを読んで、おおよその基礎知識は抑えた上で読んでいただきたい本になります。で、これが2つ目で、最後に雪崩リスクマネジメントという本があります。これはちょっと登山だけじゃなくて、スノーモービルとかスキー、スノーボード、クライマー向けとかいろんな内容が入っているんですけど、雪崩に対してどのように対策すべきかということを基本的な考え方が学べます。で、イラストや図が豊富でイメージしやすい書籍になります。で、これが面白いのが、心理学とか撤退の判断とか人間の判断が難しい部分、まさにマネジメントを学ぶための本なので、これが他の書籍になかなか出てこない部分なので、特にパーティーリーダーの方には一度読んでおくことをお勧めします。ただ注意点として、海外の書籍を翻訳したものになりますので、地形や気象は日本に合わせたものではないので、日本に合わせた部分については前2つの書籍から学んでいただいて、それ以外の部分、海外の部分で、日本の場合で活かせるようなものを自分の場合に置き換えながら読んでいただくものになります。この3点が雪崩対策おすすめの補書籍になります。道具は使いこなせなければまるで意味がないので、ぜひ購入したらどうやって使いこなすのか実践してみてください。という感じで、このチャンネルでは登山道具に関する様々な情報を分かりやすく説明しています。今回の動画が役に立った方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、山野でした。バイバーイ。